はい、じゃあお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回は、リアルオーダーヘアブックの、小村で可愛いショートアンドロイドの、表紙を飾った、藤原のぞみさん、はい、それと、そのスタイルを作ってくれた、山本さん、はい、さつみさんに、はい、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、山本さんが、サロンを出すにあたって、のぞみさんがプロデュースしているというふうになっていますので、はい、その辺のこととか、2人がどういうふうな、で、ね、一緒に撮影をするようになったり、髪の毛を作ってもらえるようになったりとか、その辺とかをちょっと聞きながら進めていきたいと思います。はい、じゃあですね、まずは2人が、どうやって知り合って、どういうふうに、スタイルを任せていくようになったのかというところをちょっと聞かせてもらいたいんですけども、はいはい、僕と藤原さんが出会ったきっかけっていうのも、去年の2021年 の、 8月に12月号の美的っていう雑誌 の、 撮影があって、それのモデルさんを探しているときに、ちょうどその、探していたモデルさんにもうバッチリ合うモデルさんが藤原さんでそれでイメージと合致しまして、でそこでお声掛けをさせていただいて、そこから の、 つながりで今も、ね、はい、はい、やってます。意外と最近なんだね。最近です ね、 ね、はい、1年ちょうど1年、ちょうど1年だね。もう一緒にサロンやってる、はい、確かに早いタイミングですよね。タイミングだったね。その頃あまり仕事が忙しくなくて、うん、自由にサロンモデル動ける時期で、雑誌っていうことさせてもらったので、ありがとうございます、見つけてくれて。ありがとうございます。どういうふうにサロンモデルって始めたのかな、始めたきっかけとか。サロンモデルは 3,4 年前からやってるんですけど、ちょうどその時に行ってた美容室の美容師さんに、なんかサロンモデルとかやったらいいのにっていうのを結構おっしゃってくれて、でなんかもともとそういうなんか撮影と か、 なんか楽しそうだなっていうのを思ってたんで、ダメ元とか最初その人に撮影してもらって、ちょっとずつやるようになって、でそこから、今一緒にやってるクープっていうサロンモデルと美容師さんをマッチングするプラットフォームを作ってるところがあって、そこがあるっていうのを知って、そこに応募してっていう感じで、そこからがっつり始めました。サロンってどんなところが楽しい？サロンモデルは、一番やっぱやっててよかったなって思うのは、いろんな美容室に行っていろんな美容師さんと出会って、やっぱ美容師さん一人一人の、なんだろう、考えも違えばセンスも違うし、提供してくれるものも少しずつ違ってくるんで、なんかそういうのを感じられるのもすごく楽しいし、まあ、髪型って美容室ってそんな頻繁に普通の方は行かないと思うんですけど、それをなんか月に何回か行って、いろんな髪型とか髪色とかをやって、自分に合うものとか自分の好みが分かるようになったのはすごい良かったなって思います。いっぱいいろんなところ美容師さんと付き合いとかあるのに、その山本君に、カットとかカラーとか、お願いしてるっていうのは、なんかどういうなんか理由があったり、どういうところが良かったからお願いしたとかっていうのはあるんですか？一番はそのカット、最初にカットしていただいた次の日に、なんとなくこうドライヤーで乾かしたんですけど、すごいまとまりが良くて、で今まではそれまではなんか結構いろんな髪型してても、あ、なんかこういう髪型もいいなぐらいにしか思ってなかったりとか、そのまとまりがいいっていうのはあんまり感じたことがなくて、でもそれをなんか無意識にすごい感じられたのがすごいと思って、そこからお願いしてます。ありがとうございます。はい、そういう考え方を喜んでもらえたっていうのに対して、山本君は、どういったところをこだわって、その時髪の毛を切ったり、垂らしたりとかしたのか。そうですね、基本的に僕のお客様にも毎回お伝えしてるんですけど、その人その人で生え癖とか全然髪質もそうですけど違うので、やっぱその人に合わせたカットの仕方とか、あと乾かし方の提案っていうのを確実にするようにするのと、あとヘアカラーにおいても確実に似合うヘアカラーっていうのもあって、
やっぱり人それぞれ肌の色も違うし目の色も違うし髪質も違うってなってくるとやっぱりどうしても同じ色にしてもあれなんか似合わないっていう時にどうしたらいいんだろうって考えた時にやっぱり肌なじみがいいカラーっていうのを提案するように僕はしていて、そうすることによって髪色もそうだけど肌のトーンがワントーン上がって明るく見えるっていうのとか、そういうのも意識してカラーするようにしてます。はい、これ今撮影する前に、はい、カラーね、ブーちゃんのカラーをしてるんですね。はい、さっきっていうのはなんかこういう色にしてほしいとかこういう風にしてほしいみたいなことをなんかリクエストしてるとかお任せしちゃってるのかとか、今回はなんか透明感欲しいですっていう感じだけは伝えて、あとはお任せですよね。ですね。髪のカットとかも割といつもお任せでやってもらってます。はい。任せていただいてます。今日はどういう風なカラーにしてたの？今日はもうそれこそ、まあ、彼女は結構明るい髪色がすごく似合うっていうのと、ただ明るいだけではなくてアッシュ系にするんだけども、やっぱりその先ほど言った肌なじみを大事にしているので、まあ、そういったところで の色味を調合して作ったヘアカラーっていう感じになってますね。はい、透明感抜群で、透明感すごい。やっぱりあと肌の、確かになんか肌の色なんか明るく見える気が、ちょっとね明るく見えるっていう、綺麗に、ね、見えるんですね。のぞみさんのインスタちょっと見たんですけど、はい、はい、ありがとうございます。その隙バサミを使わないカットを初めて受けたみたいなことを書いてあった。はい、すごい、そこまで見てくださいありがとうございます。その時のなんか印象ってどうだったのか、触り心地だったりとか。はい、まずそのスキバサミ使わないカットっていうのを教えてもらった時に、まずカットの仕方がめちゃくちゃかっこいいんですよ、はい、かっこいいですよねちょっとかっこいいねそれ、こんなカットの仕方あるんだと思って、さっきも言ったんですけど、やっぱ帰った後とかもサラサラだしまとまりいいし、なんかスキバサミ使うと使った時よりもなんだろう、ムラがないというか重い部分があんまりないっていうのかな、なんか すごいサラッとした仕上がりになるのがめちゃくちゃ綺麗です。山田君はそういった人という印象があるとか、そういうこだわりでそういうカットの仕方をしてるとか。そうですね、基本的にそのスキバサミを使わないカットを僕はしているんですけど、それをするにあたってドライカット、まあ、要は乾かして髪の毛を切るんですけど、その手で触った感じと見た目の印象でここが必要でないところ、っていうのをちゃんと目視と手の感触で把握して切っていく、まあ、そういうのを意識して、あとは全体のフォルムプロですね。はい、それで切っているプロだ、はい、ありがとうございます。難しいんですか、スライドカットって。スライドカットはもうなので、僕もアシスタント歴はすごく長くて6年2ヶ月ぐらい長かった、長い、そうですね、普通修行期間がありましたね。すごい。それ見て、そのふずみさんの写真とかアップしてるじゃない。はい、でそれに同じ髪型にしてほしいとか、はい、のぞみさんみたいにしてほしいみたいな、うんうんうん、お客さんにオーダーされたりとか、リクエストでそういうお客さんが来たりとかそういうことはあったりするのかな。そうですね、それこそ、去年の12月、もう本当に12月っていうと美容室の繁忙期なのはもうみんな知ってるかと思うんですけど、もうその時に新規50人ぐらい藤原のぞみさん見てきましたっていう。はい、ありがとうございます。みんな同じ髪型になって、みんな同じ髪型して帰るっていうチャームに来れば同じ髪型にしてもらえるかな。もちろんですお揃いでお揃いの髪型はいつでも作れます。のぞみさんは、ショートカットが好きなのか。ショートカットが好きですね何だった時期もあった。大学生の頃とか本当腰ぐらいまであって、前髪も胸ぐらいまであって、スーパーロングみたいな感じでしたね。そこからヘアドネーションして、ヘアドネーションのために伸ばしてたんですけど、してそこからボブぐらいになって、で一回金髪ショートしたいなってなってその時ぐらいからショートで、でもこんなショートってなってるのはやっぱ番組出て、なんか私もこんな流行ると思ってなかったんですけど、ショートいいって言ってくださる方が多くて、そこからですかね。すごい似合ってるよね。ありがとうございます。似合ってますよね、本当に。
かったです。お店にちょっと来てほしい、来てくれるお客様に対して、はい、何かちょっとメッセージとかあれば、はい、一言ずつもらえるかな。そうですね、やっぱり髪の毛をきれいにすることによって、その後の私生活も充実していきたいとか、あとはなんだろうな、ただ髪を切るだけじゃなくて、その髪を切ったことによって新しい自分を見つけたいとか、自分の魅力をもっとさらに引き出したいとか、今までと違った自分を見つけたいっていう人に来てもらいたいなっていう僕は思っております。はい、私は、まあ、今の思いもすごい共感しているんですけど、あとはなんか美しくなりたいとか可愛くなりたい、もっと良くなりたいっていうのってやっぱ女性って誰しも思っていることだと思ってて、やっぱ女性であるからには綺麗でいるとか自分の見た目が良くなっていくのを楽しんでほしいなっていう思いがあって、でそのもっと自分が綺麗になるとか良くなるっていうのってまず自分自身を知ることから始まると思ってるんですね。でそれをこの美容師さんだって教えてくれるって私は思ってるので、自分には今言ったみたいに自分には何が似合うとかこういうのもいいんじゃないかなとか、それどんどん新しい自分に挑戦して自分を知って、でさらに綺麗になっていくっていう場所を提供できたらいいなっていうふうに思っています。で、まあ、この空間とかもすごい気に入ってもらえたらいいなって思って、思いを込めて作っているので、まあ、空間も含めてなんかまた来たいなって思ってもらえる美容室になればいいなと思ってます。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあ、次の動画で、もう少し具体的に、一緒にお店を作ったきっかけなんかも聞かせてもらいたいと思います。はい、はい、今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。